シュート、決まった。トリッキーなプレーを見せた。これが広島、これが広島、広島勝ち越しに成功。4対3、牧野のゴールです。いやー、川添さん、やられました。こんな形があるんですね。そうですね、まあ、J リーグの開幕戦では佐藤久人がずっと蹴る蹴ると見せかけて牧野が蹴るというような PK がありましたけれども、今日はトリッキーな PK 成功。4対3。